ハービー・ローレンス・ピーカー。残された、わずかな白人の子供として、ピーカーはたびたび暴力を受けた。後に振り返ったところでは、この時期の体験を通して、根深い劣等感を植え付けられた一方で、一目置かれる喧嘩屋へと成長したという。1957年にシェイカーハイツ高校を卒業し、ケース・ウェスタン・リザーブ大学に進学したが、1年で退学した。 その後海軍に入隊したが、極度の不安により審査を通過できず除隊し、故郷のクリーブランドで低所得の職を転々とした。後に、クリーブランドの退役軍人局病院でカルテ整理係の職につき、コミック作家として名声を得てからもその仕事を続けた。2001年に退職するまで昇進を拒み続けたという。ピーカーは3度結婚している。作家で教育者だった。 カレン・デラニーとの婚姻関係は1960年から1972年まで続いた。3人目の妻ジョイス・ブラブナーとは死去までの27年を共に過ごした。2人は幼女ダニエル・バートンと共にオハイオ州クリーブランドハイツに居住していた。ブラブナーは社会活動家でコミックブック原作者としても活動している。ピーカーとブラブナーが共作したグラフィックノベル。 アワー・キャンサー・イヤーは、リンパ腫に罹患した、ピーカーが苦しい闘病生活の末に回復する、体験を描いた作品である。ピーカーが、自伝的コミックブックシリーズ、アメリカン・スプレンダーを描き始めたケーキは、ロバート・クラムとの交友であった。クラムがクリーブランドに在住していた1960年代半ば、共にジャズレコード愛好家であった二人は信仰を、結んだ。 クラムのアンダーグラウンドコミック作品を読んだ。ピーカーはコミックスという表現形式の可能性に気づいたという。映画にできることは何でもコミックスがやってのけられるのが分かった。それで俺もやりたくなったんだ。それが実現するのには10年を要した。10年くらいはコミックスを作るための理論がためをしていた1972年頃、ピーカーは何編かの作品の小回りを行い、 坊人間の絵を描き入れて、クラムとロバート・アームストロングに見せた。乗り気になった二人は、作画を行うことを申し出た。ピーカーとクラムが制作した一ページ作品、クレイジー・エドは、クラムの作品集、ピープルズ・コミックスの裏表紙を飾った。これが、ピーカーのコミックスデビュー作となった。後に、アメリカン・スプレンダー第1号が発行されるまで、ピーカーは、 クレイジーエドをはじめとして様々な形式でコミック作品を発表した。1976年5月には、自費出版によるコミックブックシリーズアメリカンスプレンダー第1号が発行された。アーティストとして、クラム、ダム、バジェット、ブライアン・ブラムが制作に参加した。故郷クリーブランドの高齢化が進む区域に住む、ピーカーの日常を描く作品であった。 1> 第1号は赤字であったが、年月と共に売れ行きは上がり、90年代の終わりには、毎号1万部を発行するようになった。シリーズの作画を長く務めた著名なアーティストには、クラム、ダム、バジェットの他スペイン・ロドリゲス、ジョーザベル、ゲリー・シャムレー、フランク・スタック、マーク・ジンガレディ、ジョー・サッコがいる。2000年代には、ディーン・ハスピエルとジョシュ・ニューフェルドが、レギュラーとして、 作画を担当した。この他にピーカーと共作したアーティストには、ジム・ウッドリング、チェスター・ブラウン、アリソン・ベクデル、ギルバート・ヘルナンデス、エディ・キャンベル、デビット・コリアー、ドリュー・フリードマン、ホーチ・アンダーソン、ディック・ギアリー、エド・ピスカー、ハント・エマーソン、ボブ・フィンガーマン、ブライアン・ブラム、アレックス・バルトがいる。その他、ピーカーの妻・ジョイス・ブラブナーやコミック原作者、 アラン・ムーアなど、職業的なアーティスト以外の人物も作画を担当している。アメリカン・スプレンダーコミックブックシリーズに書かれた作品は、数多くの作品集やアンソロジーに収録されている。2003年、アメリカン・スプレンダーを原作とする、同題の映画が公開された。監督は、ロバート・プルチーニット・シャリス・スプリンガー・バーマン、ピーカー役を主演したのは、ポール・ジアマッティである。 ピーカー自身と妻、ブラブナーもゲスト出演した。ピーカーは、アメリカンスプレンダー、アワームービーイヤーで映画の公開による生活の変化を描いた。2006年、DC コミックスのインプリントであるバーティゴから全4号のアメリカンスプレンダーミニシリーズが発行され、ペーパーバック本、アメリカンスプレンダー、アナザーデイにまとめられた。2008年には同じくバーティゴから、 アメリカンスプレンダーの第2シーズンと単行本、アメリカンスプレンダー、アナザーダラーが発行された。これらの自伝的作品に加え、ピーカーは多数の電気を書いている。最初の電気作品、アメリカンスプレンダー、アンサングヒーローは、退液軍人局病院で共に働くアフリカ系の同僚、ロバート・マクニールのベトナム戦争体験を題材にしたものである。 ワンダーコン2005を訪れたハービー・ピーカー。2005年10月5日、DC コミックスのインプリントであるバーティン語から、ハードカバーで、ピーターの自伝、ザ・クイッターが刊行された。作画はディーン・ハスピールが担当した。同作は、ピーカーの青年時代を詳細に描いた作品である。2006年、 ovrheardinnewyork.com e, e, e を立ち上げた作家マイケル・マリスの伝記、エゴハブリス、ザ・マイケル・マリスストーリーがバランタイン社から出版された。ピーカーはベストアメリカンコミックス2006に最初のゲスト編集者として参加した。同書はホートン・ミフリンが刊行するベストアメリカンシリーズで初めてのコミックス作品集である。 2007年6月、大学生のヘザー・ロバーソン及びアーティストのエド・ピスカートの共作でマケドニアを観光した。同作は、ロバーソンのマケドニア研究に基づいている。2008年1月、新作の電気、スチューデンツ・フォー・ア・デモクラティック・ソサイティ、ア・グラフィック・ヒストリーをヒルワンから観光した。2009年3月、エド・ピスカーのアートでザ・ビーツを観光し、 ジャック・ケルワックやアレン・ギンズバーグなどビートジェネレーションの歴史を描いた。2009年5月にはスタッツ・ターケルのワーキングの漫画家スタッツ・ターケル S ・ワーキング A グラフィックアダプテーションが刊行された。2009年からはスミス氏のウェブサイト上でウェブコミックシリーズザ・ピーカープロジェクトを連載した。2011年には イディッシュ語とイディッシュ文化を多面的に描いたアンソロジーアディッシュケットがピーカー、ポール・バイレ、ハーシェル・ハートマンの共同編集でアブラムス・コミカーツから刊行された。同書には過去にピーカーと共作したアーティストが多数参加した。コミック作品の成功を受けて1986年10月15日にレートナイト・ウィズ・デイビッド・ルターマンにゲストとして招かれた。 それ以後も、たびたび同番組に出演し、短期間に5回の再登場を果たした。ピーカーとレターマンとの口論は人気を集め、特に、ゼネラルエレクトリック社による NBC 経営権の取得をめぐる論争は評判となった。中でも白熱した1988年8月31日放映会では、ピーカーが、レターマンを GE 社の宣伝マンのようだと罵ったのに対し、 レターマンは、ピーカーが、子供騙しの読み物を宣伝に来たと応酬し、二度と出演させないと宣言した。しかし、1993年4月20日放映会で、ピーカーは同番組に復帰し、1994年には、デートショーウィズ・デイビッド・レターマンにも登場した。ピーカーは熱心なレコードコレクターであり、20歳頃からフリーランスでジャズの批評を行っていた。 批評家としては、ジャズオーボーン時代の著名なプレイヤーを専門としていたが、メインストリームから外れたバース、スコット・フィールズ、フレッド・フリス、ジョー・マネリのようなアーティストの擁護者でもあった。1990年代の初めには、ロサンゼルス・リーダー、ザ・レビュー・オブ・コンテンポラリー・フィクション、ウッド・ワード・レビューのような定期観光物で、文学批評を行った。公共ラジオで放送された筆によって、 賞を受けたこともある。また2000年には、アランツバイクによる、レコード収集についてのドキュメンタリー映画、ビニールに出演した。2007年8月には、アンソニー・ボーディンの番組、アンソニー世界を喰らうのクリーブランドを紹介する回で、ピーカーが取り上げられた。2009年、ジャズオペラ、リーブメアローンのリブレットを書くことで、演劇界へのデビューを果たした。 同作は、ダンプロンジーの音楽が主体となっており、リアルタイムオペラとオーバリン大学の共同プロデュースにより2009年1月31日からフィニーレイ堂で上演された。2009年、ボーンの作者ジェフ・スミスの人生と作品を題材としたドキュメンタリー映画、ザ・カートゥーニストに出演した。2010年7月12日、午後1時を回った頃、 オハイオ州クリーブランドハイツの自宅でピーカーが死亡しているのが妻、ブラブナーによって発見された。死因はすぐには明らかにならなかったが、10月になってカヤホガ軍検支局が過失による抗うつ剤フルオキセチンとブプロピオンの過剰摂取だと判断を下した。ピーカーは3度目のガン宣告を受けており、治療が始まるところだった。ブラブナーによるとピーカーは、 前立腺癌のほか、気管支喘息、高血圧、抑うつに苦しんでいた。墓石には生前の発言が墓碑銘として刻まれた。ライフイズ、About Women、ギグス、アンベインクリエイティブ、その後も残された作品の刊行は続いている。ハービー・ピーカーズクリーブランドはピーカーの死亡時にジョセフレムナントによって作画作業が進められていたものである。 ジョイス・ブラブナーとの共作、ザ・ビッグ・ブック・オブ・マリッジ及び、ハービージョイス・プラム・ザ・リプス・オブ・デプレッション、またピーカープロジェクトの下で発表された、ウェブコミックス作品にも出版計画がある。さらにピーカーは生前、アーティストのサマー・マクリントンと共に、アメリカ人のマルクス主義者、ルイス・プロジェクトについての本を完成させていた。 同書は、プロジェクトが運営するブログと同じ、ザ・アンリペンタント・マルクシストという課題を与えられていた。制作作業は2008年に始まっており、ランダムハウス社から刊行される予定であったが、ブラブナーが、プロジェクトとの間に異世を起こし、同書の出版を取り下げると宣告した。2014年4月現在、これらの4冊の本は未だに世に出ていない。2010年12月、 ピーカーの遺構、ハービー・ピーカー・ミー・ツ・ザ・シングが、マーベル・コミックのアンソロジー、ストレンジ・テイルス2に収録された。同作で、ピーカーは、スーパーヒーローのザ・シングと会話を交わす。作画は、タイ・テンプルトンが担当した。2012年10月、クリーブランド・ハイツ、マイナス・ユニバーシティ・ハイツ図書館にピーカーの彫像が、混流された。 ピーカーはこの図書館にほぼ毎日通っていたという。クリーブランドの景観詩人、ラストベルトの銀融詩人と呼ばれ、グラフィックノベルの、あるいは絵によるメモアールの、もしくは自伝的なコミック表現の、鑑賞と認識のされ方を変えるのに貢献したと評される。アメリカンスプレンダーは、コミックスの歴史の中で、最も訴えかける力を持ち、最も革新的なシリーズの一つであり続けていると、 されるさらにピーカーはコミックブック形式のメモワールを初めて世に広めた作家でもある。スコット・マクラウドは一般市民の日常を真摯に描く80年代以降の自伝的コミックスとそれ以前のアンダーグラウンドコミックスとをつなぐ存在がアメリカンスプレンダーだと評価している。現在ではブログやソーシャルメディアあるいはグラフィックノベルの形で 自分の人生について表現することは一般化したが、それが当たり前のことになる以前の70年代半ばに、ハービー・ピーカーはそのすべてをやってしまった。最初に刊行されたアメリカン・スプレンダー書籍の序文で、ロバート・クラムはピーカーとの交友について述べ、典型的な自己中心主義者、何かに借り立てられ、取り憑かれたようなクレイジーなユダヤ人だ、と評した。 さらに、一切の装飾や作為を廃して、現実に起こったことをありのままに伝えることを、貫徹する意志の強さを称賛した。自ら、いつも、称賛と注目を求めている。正直に言うと、自分が、ジャズ評論家でいることに満足できなかった。俺が、他人のことを書くのではなく、他人に、俺のことを書いて欲しかったんだと述べる一方で、 テレビ出演やタレント活動には興味を持っていなかった。ブラブナーによるとトークショーで絶戦を繰り広げたデイビッド・レッターマンに対してはクリエイティブな自由のないテレビ界で才能を無駄にしていると感じていたという。幼少期に読んだコミックブックの中ではプラスチックマンやザ・スピリット・キャプテン・マーベルのようにヒーローものでもユーモアのあるものや カール・バークスによるドナルド・ダックが好きだったという。しかし、自身の創作への影響としては、コミックブックよりも、リトルルルや、アウト・アワー・ウェイのような日常を題材とした、コミックストリップの存在が大きかった。小説に関しては、ユリシーズの内的独白から、多大な影響を受けたという。また、ヘンリー・ミラーの文体や、ジョージ・エイドの日常生活の細部への注視に惹かれると、 述べている。ありがとうございます。